はい、皆さんこんにちは、徳永です。今日はですね、私と女性スタッフのあやねさんと今日は2人でお届けしていきたいと思います。あやねさん、今日はよろしくお願いします。お願いします。これから詳しく説明していきたいと思いますので、ぜひご覧ください。どうぞ。それでは車の紹介お願いします。はい、今日の車はですね、ランドクルーザー70ピックアップトラック、こちらの車になってきます。2014年から1年間限定で発売された、希少価値のすごい高い1台になってきます。で、アウトドアとかね、好きな方いらっしゃいましたらすごく必見なんで、ぜひご覧になっていただけたらと思います。まずですね、70ピックアップの前方部分から見ていきたいと思います。フェイスなんですけども、こちらの真ん中に大きめのグリルで、大きめのバンパー、こちらの方が使用されております。で、真ん中なんですけども、トヨタ、こちらのロゴが使われてまして、最近の車ですとね、あんまり使われたりはしてないんですけども、こちらの方がやはり復刻っていう形ですごくかっこよくなってきてます。あとですね、このバンパーの中央部分にメッキの加色が使われてまして、全体的にね、こうドンとかっこいいイメージのあるフェイスですね。あやねさん、どうですかね、この前の印象。メッキパーツが使われてるので、すごくメリハリがあってかっこいいと思います。ということでですね、女子からもこうやって人気の1台になってますね。それでは次、横の部分見ていきたいと思います。はい、70の横に来たんですけども、まず全体的にすごく長いです。で、長さがですね、これ527センチあります。あやねさん、何個分ですかね。ねえ、ということでね、ちょっと計算は弱いようですね。次ね、高さなんですけども、こちら僕が身長がで大体175センチあるんですけども、ちょっと盛りましたね。171センチなんですけども、こちらの車のね、高さの方が195あります。で、横も長くて高さも結構あるんで、やっぱりこう見ててね、こう見た目の印象っていうのはすごくかっこよく作られています。こちらがね、やっぱり乗ってもらう醍醐味になってくるかなというふうに思います。はい、続きましてホイールなんですけども、まず、こちらの方がスチール製のホイールになっておりまして、グレーの塗装、こちらの方が施されております。でですね、珍しいのがこの縁のところなんですけども、これリング式のホイールなんですね。これ最近の車やと、もうトラックとかでも使われてるのすごく減ってきてるんで、こちらの方が味があってすごくいいなっていう印象があります。で、タイヤサイズなんですけども、 7.50R16、LT の 114-112R 8プラになってまして、貨物専用のタイヤがついています。で、16インチとこういう風にね、少し小さいような印象があると思うんですけども、ホイールが小さいんですけど、あのタイヤの方でね、あの大きくなってて、全体的の見た目もすごくバランスよく作られてて、かっこよくなってると思います。はい、こちらのね、ドアの部分なんですけども、まずメッキのドアミラー、こちらの方が装着されております。で、その下にですね、ランドクルーザー、こちらのエンブレムと30周年のエンブレムが使用されております。30周年ということで、ライドさん、同い年ですか。ちょっと片足突っ込んでますけど、まだ30ではありませんということなんで、はい、はい、ですね、続きまして給油口なんですけども、荷台の真ん中よりも少し後ろ、こちらの方に給油口の方が装着されております。でですね、以前はね、すべてディーゼルしかなかったんですけども、今回の復刻バージョンは、ガソリン車になってます。でですね、すべて無煙プレミアム、なので廃屋の仕様になっています。全国どこでも登録できるようになったんですかね。そうですね、その通りです。はい、70ピックアップの紹介したいところがこちらの荷台部分になってくるんですけども、あのトラックの仕様になっています。でですね、もちろんあの貨物車なんで1ナンバーになってきます。で、税金もね、安いです。ただ、車検が1年に1回っていうところだけちょっとね、ご理解いただけたら、すごくリーズナブルに乗っていただけるかと思います。でですね、一応貨物車なんで、採石がこちらの車は600キロとなっております。でですね、あのこちらの方、四駆になってますんで、オフロードとかで、荷物運んだりとかあんまりないかとは思うんですけども、そういうのにもね、すごく適した車になってますんで、そういう方ね、ぜひ参考にしていただけたらと思います。はい、それではですね、こちらの、ゲートの方を開けてね、荷台がどれぐらいのスペースがあるか一度見ていきたいと思います。はい、こんな感じでですね、一見狭いように見えるかもしれないんですけども、高さもありまして、すごく広く作られています。でね、特にね、アウトドアされる方とかね、荷物多い方とかでも、こうクーラーボックスとかやったら悠々入ると思いますし、すごく便利だと思います。で、真ん中のところにですね、これもね、なかなかないんですけども、スペアタイヤの方が装着されております。で、もしね、万が一何かあった時もこちらのスペアタイヤの方で対応していただけたらと思いますね。長さの方がだいたい 136.5cm あります。長さに対して横の方が少し広くなってます。
でこういう作りっていうのもね、あの70しかないと思うんで、あのこういうデザインとかでね探されてる方も必見やと思います。はい、続きましてね、エンジンの方なんですけども、こちらの方が V6 4リッター無煙プレミアム仕様のエンジンが積まれてます。で、エンジンルームのねスペース自体は結構空いてます。やはりこのエンジンルームが広く作られてるっていうところもあるかと思います。でただですね、ちょっと燃費の方がやはり悪いんですね。はい、続きましてね、内装の方を紹介していきたいと思います。でもう見た感じね、すごいシンプルで、もういらんものは何もついてないですね。何かちょっとね懐かしいような感じのある内装になってます。ちょっとナビがこう若干新しくてね、馴染んでない感はすごくあるんですけども、まずちょっとねエンジンの方かけてみたいと思います。でもちろんね、もうプッシュスタートとかないので、こう回すタイプの感じですね。はい、やっぱりね排気量大きいんで、エンジン音は少し大きい印象があります。で、特にね見ていきたい内装の特徴なんですけど、こちらこの車に関してはミッションしか設定がないです。すべてミッション車なので、ミッションの免許を持っている方しか ETC カードが挿入されていません。ちなみに ETC もねついてますね。はい、バッチリです。バッチリです。はい、でですね、こちらのシフトの横なんですけども、ここで四駆の切り替えをしていただけます。あともう、ダッシュボードとかハンドルに関してはすべてウレタンになってます。で、昔なかったね、今回はエアバッグの方がこちらの方助手席もなんですけどもついてますんで、安全性もバッチリ、ね、安全面はもちろんそこはもう まんまオリジナルじゃなくって、あの改善点でして、やっぱりついてるところはちゃんとついてますね。はい、それではですね試乗の方していきたいと思います。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらになっております。お店の情報は下の概要欄を見てください。またねー。